ちは。若宮保育園園長の渡辺です。今から若宮保育園の紹介をしていきます。若宮保育園はリーガロイヤルホテル新居浜や和栗江新居浜の近くにございます。こちらが玄関になります。保護者の方はこちらで送り迎えしております。一時保育の入り口はこちらです。目の前に駐車場、駐輪場もございますのでご自由にご利用ください。アンパンマンとメロンパンナちゃんもお迎えしてます。続いてクラスの紹介をいたします。0歳児さんのお部屋です。家庭的でゆったりとした雰囲気の中で一人一人の発育に応じて心地よく過ごせるようにしています。1歳児さんのお部屋です。いろいろなことに好奇心や探求心が高まる1歳児、欲求を満たしながら安全で安心できる保育を心がけています。2歳児さんのお部屋です。基本的な運動機能が発達してくる2歳児、心の安定を図りながら自発的に活動できる環境を整えています。3歳児さんのお部屋です。基本的な生活習慣がほぼ自立し、お友達との関わりが増えてくる3歳児、一人一人の成長と集団としての活動の充実を図っています。4歳児さんのお部屋です。想像力や表現力が豊かになってくる4歳児、お友達と一緒に目的を持って活動できる環境を整えています。5歳児さんのお部屋です。社会性や運動機能、仲間意識がますます高まってくる5歳児、就学に向け目的に向かって集団で行動する経験を大切にしています。一時保育のお部屋です。1歳以上のお子様をお預かりします。安心して楽しく過ごせるように心がけています。お部屋でも毎日楽しく遊んでます。遊戯室です。イベントやお祭りなどはこちらで行ってます。給食室です。毎日おいしい給食を調理員さんが作ってくれています。子どもたちも大好きな楽しい給食時間です。おやつの時間もあります。手作りおやつの日もあります。遊具や広場がございます。天気のいい日はお外で思い切り遊んでいます。保育園の隣に和栗江新居浜もございます。広場で思い切り遊ぶことができます。和栗江新居浜でたくさん遊べるのは若宮保育園ならではです。元気いっぱいのお友達がお待ちしております。